今回はですね、まあ最近話題になっています、ドネドレのね、エントリープランの検証をしていきたいと思います。まあこのドネドレのエントリープランがね、まあなぜ今人気になっているかと言いますと、まずですね、月額0円なんですね。え月々の利用料が無料です。無料で使える sim カードなんですね。もちろんね、無料には理由がありまして、 ま、速度の方が1 2 8ロ b p s ということで非常に低速になっています。まあ、それでもですね、まあ、0円ということはそのね、ランニングコストがかからないということで、えー、確かに低速なんだけれども、まあ、とりあえず持っててもいいかなという方が、まあ、殺到してですね、えー、今ねエントリープランの新規受付は終了しています。まあ、さらにこれ7月の1日からね、始まったばかりの新しいね、格安シムのブランドなんですけれども、まあ、そのね、新サービスの、ま、スタートに合わせてかどうかわからないですけれども、 この本来ですね、3300円の初期事務手数料がかかるんですけれども、まあこれもですね、えー、無料になるというクーポンコードが発行されていて、まあそれでちょっと祭りになったということですね。要は、初期の手数料もかからないし、月々も0円にね、0円で使えるということなんで、要は、チムカードをばらまいてる状態だったんですね。ということで、このエントリープランはですね、今はエントリープランの新規受付一時停止のお知らせということで、新しくね、今申し込みすることができなくなっています。 で、今回はですね、まあ、とにかくこの0円で使えるシムカードなんですけれども、まあ、128kbps でね、一体どんなことができるかっていうのはね、まあ、以前の動画に上げています。まあ、実際ブラウジングなんかもかなり厳しくて、まあ、私が使えるかなと思ったのは、 まあね、あの、ラインのトークとか、ラインの音声通話ですね。まあ、あとはツイッターをまを見るぐらいかなというところです。まあ、それぐらいしかね、できないな非常に低速なシムになっているんですけれども、まあ、この低速シムでめちゃくちゃメジャーなものっていうと、まあ、ロケットモバイルの紙プランというのがあります。まあ、こちらはね、もちろん無料ではありません。えっ、ー、と、298円なんですけれども、まあ、逆に言うとですね、低速では非常に評判の良い,い回線になっていますので、まあ 今回はですね、この低速なんですけれども、非常に使いやすいと言われているロケットモバイルと比較していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではまずはね、えー、またスピードテストをやっていきたいと思います。今はですね、金曜日の9時41分ですね、えー。夜の9時41分です。まあ、金曜日の夜なんで、もしかしたら結構混み合ってる時間なのかなと思います。 それではね、ドネドネのエントリープランの方で、まずはやってみたいと思います。まあ以前に測った時はね、本当に7 0ロ b p s とかね、5 0ロ b p s とか、まあ良くて9 0ロ b p s ぐらいというね、非常に低速になっています。まあ1 2 8ロ b p s で歌ってるんですけども、ちょっとそこまでも出ていない感じでした。それでは今日測ってみましょう。速度テスト実行。 スピードテストの結果が出ましたダウンロードが0.13アップロードが0.11ということなんで 130kbps 出てますね、まあ、今日は比較的調子がいいですねまだいたいねその 128kbps に近い数字が出ているんではないかなと思いますそれではですね次はねロケット フモバイルの紙プラン、これどこも回線になりますけれども、こちらでスピードテストしていきたいと思います。これ同じ端末を使ってまして、えー、sim カード2枚入れて、それでね、データ通信を切り替えて利用しています。だから端末の誤差っていうのはありませんので、まあその辺も合わせてみていただきたいと思います。それではスピードテストいってみましょう。紙プランです。せーの、ドン。おお、早い。 スピードテストの結果が出ましたダウンロードが4.21、えー、アップロードが12.8と 200kbps の SIM カードとしてはちょっと考えられないような、ね、非常に高速なスピードが出ていますけれども、まあ、ただね、ロケットモバイルの紙プランってこのね、スピードテストすると結構速いんですよねだからちょっとこれは当てにならないんですけれども一応ね、スピードテストの結果としてはね、かなりいい数字が出ていましたそれでは実際のね、使い勝手でどのぐらい差が出るか見ていきましょう それでは次はね、じゃあブラウジングやってみたいと思います。まあヤフーのトップページを開きたいと思います。まずはね、ドネドネのエントリープランからやってみましょう。せーの、ドンキャッシュはね、一応削除しましたね。うわ、きついなぁ。あ、来た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 。うん、やっぱりちょっとね、今日はね、128kbps 出てたんで、結構調子がいい日だと思うんですけどね。なかなかね、 ま、一応、ここのね、バーが動いてます。あ、出てきましたね。やっと画像が出てきたという感じですね。うわぁ、なかなか厳しいな、これは。まあ、このね、この待ってる間、どういうトークで繋ぐかっていうのもね、なかなかね、映してる方が厳しいですよね。まあ、なかなか、表示されね、<laughs> 困るな、これ。っていうか、ああ、そっか。ああこれはちょっとね、実用的とは言えないですよね。 まあなんでしょうね。まあよく言うパケ詰まり的な感じですかね。えー、全然こう通信って言いますかデータが落ちてきてないような感じもありますよね。ただ微妙にここはね進んでるんですよ。本当に少しずつ少しずつ進んでるんで。まあ一応ね、読み込みはしてるんだと思うんですけれども。ちょっとこれはね、厳しくないですか。あーまあキャッシュ削除してるっていうのもありますけどね。 まあやっと一応ね、えー、画像はまだ出てきてないですけども、まあ内容って言いますかね、内容はなんとなく見れるんじゃないかなと思います。ただこれより下が全然まだね、読み込まれてないので、まあちょっとね、えー、なかなかやっぱり前もそうでしたけども、ブラウジングも厳しいといった感じではないかなと思います。それでは次はですね、ロケットモバイル紙プランのドコモ回線でね、Yahoo、えー、のトップページ開いてみたいと思います。 ロケットモバイルの会員プランですね、一応バースト転送がついているということで、まあ最初のね、初速がすごい早くて、そこで大体こうテキストデータなんかをダウンロードしてしまって、まあ結構ね、その画像は後から来るんですけれども、まあ比較的そのね、えー、待ってやすいと言いますか、まあ全然画像がね、画面が表示されないと、待ってる方もさっきね、すごく辛かったんですけども、それでもこうテキストが出てくれば、まあその辺を見ながらですね、まあ見てる間にこうね、画像が出てくるということで、まあそういったね、えー、結構ね、遅いなりにもね、そういった使いやすい仕様になっているんですけれども、 ま、その辺の効果がどう出てくるかというところで見ていきましょう。それでは、アクローム起動していきたいと思います。せーの、ドン。おぉ<う>、さすが。素晴らしい。さすがですね。さすがロケットモバイル神プランですね。じゃあニュースもついでに見てみましょうか。せーの、ドン。おぉ、ちょっと。 とパケ詰まり気味だけど、全然さっきよりはいいですよね。圧倒的にロケットモバイル紙プランの方が、まあね、やっぱりこう、先にね、テキストが出ています。ちょっと画像は遅れてますけれども、まあ先ほどよりはね、だいぶいいかなと思います。でもちょっとやっぱパケ詰まってる感じですね。こっちもね、ロケットモバイルもちょっとパケ詰まってる感じです。まあ時間がね、やっぱり混み合ってるのかなという感じですけども、 でもね、やっぱりね、これぐらいだったら我慢できるかな。それではですね、次はね、まあ、前回ね、ドネドネのエントリープランでギリギリ使えたね、ツイッターやってみたいと思います。まずはですね、ドネドネのエントリープランの方でやってみましょう。せーのどん、ドンはい。やっぱりね、画像がね、出てないですね。今、ゆっくり読み込んで。うん。きついな、結構。 まあ文字だったら読めますよという感じですね。あ、それでもね、遅れながらあ写真が出てきてるという感じです。まあやっぱりギリギリ使えますかね。なんかこういったツイートを見ながら、ああね、こうやって見ていくうちに徐々にこうね、写真が出てくるといった感じで、まあまあ一応ギリギリ使えるかなという感じです。ちょっとこう今日はね厳しいかな。時間がね、やっぱり鼻筋のね、えー、結構ね、夜、ゴールデンタイムなんで、 ちょっと混み合ってるかもしれないですね。全然画像は降りてきてない感じですね。まあテキストが読めるんでね、それでもまあそれなりに使えるっていうか、まあ一応こうやってね、見ながらいけるっていう感じでありますけども、全然画像降りてこないですね。それでは次はですね、ロケットモバイル神プランのドコモ回線で Twitter を開いてみたいと思います。せーの、ドンもう、早い。やっぱ早いな一応ね、キャッシュは削除しました。あ、でもやっぱこの辺に来るとね、 表示されてはいないですけど。あ、でもね、やっぱり早いですね。ポンポンポンと表示されてきます。ほ、はいほいほ、はい。やっぱりこの辺の使い勝手違うんじゃないかなと思いますね。やっぱりね、待ってれば順番に順番に上からね、降りてくる感じです。さっきに比べればだいぶ早いですよね。うん。まあ、これぐらいであればやっぱりね、ツイッターもロケットモバイル紙プランであればツイッターね、全然使える感じですね。 次はですね、以前にこのドネドネのエントリープランのね、えー、紹介をした動画の中でちょっとコメントをいただきまして、このね、テキストブラウザのね、ビアとか、こういったものだったら使えますかとかね、そのぐらいしか使えませんかみたいなね、コメントをいただきました。で、私はこのビアっていうね、ブラウザ知らなかったんですけども、まあちょっとね、使ってみたら意外と良かったんですよ。で、画像をね、非表示にできて、本当にテキストだけを表示できるようなブラウザになるんで、まあこういったね、低速のシムカードを使ってるには、 結構ね、その、まあもちろんね、その、写真を楽しむとかね、画像を楽しむサイトには向かないんですけれども、まあ本当にニュースの閲覧とかであれば結構使えるんじゃないかなと思います。それではですね、このね、テキストブラウザで、えー、どれどれのね、エントリープランやってみたいと思います。せーの、ドン。はい。まずね、非常にシンプルなページが立ち上がります。で、ここでね、検索するんですね。Yahoo。はい。こんな感じです。 ま、さっきよりは早いと思いませんまだこれ読み込んでますけど、やっぱり画像がね、ないんですよ。こういうところ画像が抜けてるじゃないですか。ま、あその分ね、テキストが早く読み込まれるんで、まあ、テキスト主体のね、ページ、だからやっぱりニュース見たりする分には、ま、使えるんじゃないかなという感じです。それではトップページ行きましょう。うん。厳しいな。<laughs> うーん。これでも厳しいか。ちょっとなかなか厳しいっすね。あ。 今変わりましたね。読み込みが始まりますけど、ああ、どれどれのエントリープラン、なかなか厳しいですね、これだとね。まあ、時間帯もありますけどね。あまあ、これが現実ということですね。やっと表示されましたね。まあ、テキストだけでも結構厳しいみたいですね。うんまあ、次行ってみましょうか。 それでは次はですね、えー、ロケットモバイル紙プランのどこも回線で同じテキストブラウザで開いてみたいと思います。せ、え、度、ー、の、ドン。まあ、まずここはね、サクッと表示されます。じゃあ、ここから Yahoo って検索しますね。おやっぱり、やっぱり早い、ね、早いですね。えで、画像とかやっぱ表示されてなくて、じゃあ、トップページ。ああやっぱりね、紙プランは早いですね。で、やっぱり画像は表示されていません。 まあ表示されていないですけれども、やっぱりこれぐらいね、テキストが表示されていれば、ニュースとかだったら大体ね、内容がわかるんで、まあ、結構使えちゃうんじゃないかなと思います。それじゃあニュース見てみましょう。うん。ここ読み込んでますね。まあ、ちょっと表示に時間かかってますけど、あ、でもやっぱりね、どこあのロケット前の紙プランであれば、テキスト主体のページであれば、結構サクサクと、まあ、サクサクとまではいかないけれども、 まあまあね、あの、我慢できるレベルで表示されているんではないかなと思いますね。なんかでもちょっと遅いっていうか、なかなか画面がこうね、いっぺんに、あの、順番に出てこないんで、まあこういうのだとやっぱりね、待ってる時にあれなんですよ。少しでも表示されてればね、それを読みながらこうね、えー、待てるんですけども、こういう感じになっちゃうときついですよね。なんかパケ詰まってる感じですかね。ロケットボバイも最初は調子いいんですけどね、結局こうなっちゃいますね。 もう一回、じゃあリロードしてみましょうか。リロード。うん。なんか同じような感じですね。ダメだな、こりゃ。<music> ということで、今回はね、どれどれのまあエントリープランとロケットマイル紙プランのね、まあ、比較をやってみました。まあ、低速のシムカードで、まあ、どちらの方がね、使いやすいかというふうにね、えー、ちょっとやってみましたけれども、 まあちょっと時間がね、混み合ってるというところもあって、まあぶっちゃけ両方とも使えないかなっていう感じでしたね。まあロケットモバイル紙プランは非常にね、あの評判がいいんですけれども、で実際私もですね、あの、かなり使えるなというふうに感じる時もあるし、やっぱり今日なんかは全然使えないなっていう感じですよね。だからこうなってくるとね、298円払ってる方が、 我慢できないかなっていう感じですかね。まあ0円だったらこれぐらい使えなくてもまあしょうがないやっていう感じになりますけど、やっぱお金払ってるとね厳しくなるんで、まあもう少し使えてもいいかなというところはありますけども、ただ実際今2つね、同時にやった感じでは、まあそうは言ってもロケットモバイル紙プランの方があの表示されてくる速度とか速いし、 え、やっぱり使い勝手としては上だと思います。まあ、ただこの使い勝手がずっと使っ、ね、ずっと続いていく中で298円払うかっていうとね、まあ、微妙かなと思いますね。だからちょっとブラウジングっていうのもね、難しいのかな、もう低速だと。やっぱりもう LINE 専用シムとかね、えー、ま、Twitter を見るぐらいがやっぱギリギリというところで、まあ、最近ね、そのニュースなんかも結構写真がね、多くなってきてますし、ちょっとね、そう簡単には読み込めないのかなという感じですね。 まあなので、やっぱりこの低速の SIM カードって何に使えるかっていうともうブラウジングもちょっと厳しいかなっていう感じですね。だからやっぱ LINE か、まあ Twitter かと、まあそのぐらいしか使えないのかなと思います。でもそうなってくると、まあどうせそのぐらいしか使えないんだったら0円のね、どれどれのエントリープランの方でもいいのかなという感じもしますね。はい。今回は以上です。